とっちゃんときゃなこのおさらばす僕は映してわあった。今日はかわいいスヌーピーとウッドストック、はい、と一緒にオープニングですということで、今回は、はい、あのビーグルスカウトが50周年ということで、おめでとう。それとコラボしてロゴスがたくさんアイテムが出したんですよ。ビーグルスカウトっていうのは何？コミックピーナッツに出てくる、うん、このビーグルスカウトっていうこのスヌーピー、ハットかぶって見覚えがある。ちょ、ボーイスカウトみたいなね。あ、そうそうそう、かわいいね。このビーグルスカウトがコミックに出てから50周年になったんです。ありがとうありがとうそれのアイテムがたくさんロゴスで出たので、うん、今回はそれを紹介していきたいと思います。ありがとう見てねとっちゃんとキャナコのおさらばす。そのエプロンも可愛いね。スヌーピーが焚き火で調理してる。そう、なんかこの生地感がいい。これポケットいっぱい。エプロンだからこのスヌーピーと一緒に料理するっていうイメージでこのロゴにしました。可愛いです。そしたら色味もテントと合わせてます。全体的にチャーとベージュにアクセントで緑って感じだね。そう、このラグはスヌーピーが寝そべってるイメージでこうゆっくりできるラグになっています、うんうん、これ今2分の1にしてるから本当は倍の長さになります、うん、でこのホーローシリーズね。はい、このプレートとちょっとお椀型になっているボールとマグがあります。全部絵柄が違うんです。これでパン食べてほしいからこうスヌーピーがパン持ってるロゴになってます。こっちスモアしてる。こっちはなんか食べてるお皿なんで食べてるスヌーピーにしてます。ちゃんと飲んでる。そう、ちゃんと飲んでる。コップなんでちゃんと飲んでるスヌーピーっていうこうストーリー性があるロゴになっております。で、これが LED ランタンです。こんな感じで ね、スヌーピーが寝てたり、うん、ここにドストックが寝てたり、うん、裏はここに USB があるからここで携帯充電もできます。はい、でこれ多分今暗いから分かりにくいかもしれないけど、スヌーピーがこうランタンつけるとスヌーピーが浮かび上がる。うん、全然見えないね。スヌーピーが星空見てるイメージです。でここで無段階調光で明るさを調整できます。はい、かわいい。ここの彫り彫ってあるのもね。でこれがベイラーバッグ。はい、ハンプでできてるんだよね。うん、すごい生地がしっかりしております。なのでなんかいろんなギアを入れるのにガサガサ使えるね。ここにスヌーピーがいます。これはスヌーピーが持ち運んでるイラスト。かわいい。でこれのサイズのちっちゃいサイズもあって、これはまあ薪とか入れるのに便利なかわいいサイズ感。ここに薪バサミをつけられるホルダーもついてます。はい、これはこれがかわいいの。これはまたね、これについてるわけじゃないんだけど、うん、バンナナでございます。これは今めっちゃ可愛い全部のイラストをまとまった。あー、なるほどね。バンダナになっております。で、色違いもございます。柄は一緒？柄は一緒です。こんな感じでオリーブとベージュ。お弁当を包んだりめっちゃ可愛い。タオルとしても使える。ちょっとプレゼントするにもいいかも。うんうんうん。あとはこれスウェットフード付きで、前にここにスヌーピーがいてひょっこりしてるの。大きいポケットあって、後ろがこんな感じで寝そべってるスヌーピーがいるやつがこれと同じデザインです。この色ブラウンと、うん、デザインは一緒だよね。デザインは一緒。ホワイトがあります。 M と L サイズ展開です。 M と L サイズ展開だそうです。結構でもゆとりがある感じだから、うん、ちょっとダボってしてるね。帽子、ハットとキャップ、これはキッズサイズもあります。かわいい。だから親子でお揃いできるよ。ハットはカーキーとネイビーの2色展開です。
キャップはベージュとブラック、ブラックかの2色展開になっています。ここにこんな感じで折ります。後ろで調整もできます。チャンネル登録よろしくね。はい、それではキャナコにこっちを紹介してもらいます。バケットチェア、はい、かわいい。後ろにかわいい。で、ここにポケットあるので、まあ、収納ケースとか入れれますね。こっち刺繍なんでしょ。刺繍です。見てこの繊細な刺繍。繊細。焚き火してます。見て、収納ケースはスヌーピーがチェアに座ってる。かわいい。耳どうした。ピャーン。耳ピョーンってなってる。ピャーン。そんな驚いた本読んでんの。メスキット。かわいい。これはデザインが違います。本当だ、ちゃんとメスキット持ってんじゃん。そう、かわいい。メスキットでもね、いろんな料理ができるんですよ。これはベージュ一色。ベージュ一色、はい。アタッシュグリルミニ、デザインがかわいい。あ、表よりは違う。こっちウィンナー焼いてる。そうです。で、これはこうカシャってして、うん、ここにこうやって入れるだけで収納終わり。簡単です。これ結構お家のお庭とかでできますね、うん。で、次がキャンドル。みんなが持ってるの、チャーリーブラウンとスヌーピーとウッドストックかな、うん。かわいいです。キャンドルをみんなで支えてます。はい。で、テーブルです。スヌーピーがテーブルで飲んでる。ちゃんとテーブル、かわいい。色味もかわいくないですか。ベージュでいい感じです。で、パタンパタン、はい。で、シャキンシャキンシャキンシュ、パタパタパタ。こんな感じで収納袋がついてます。はい。あの、キャンプはもちろんだけど、お家でも使えるアイテムがたくさんあるので、まあ、普段キャンプしないって人でも使えるアイテムがたくさんあります。これとかもお庭で使えたらいいもんね、うん。そのチェアとテーブルで朝コーヒーなんて飲んじゃったりして。あら、この手、スヌーピーと一緒にキャンプをしようっていうのがテーマなので、ほほ、キャンプ with スヌーピーが今回のテーマです。ちなみに今後ろに立っているティピーのテントですけど、これもスヌーピーの柄が書いてあります。このキャノピーも付属して入っているので、こういう風に、うん、あのちょっとツールームっぽくできるようになってます。柄がね、一周ぐるっと、ノックノックノック、タプタプタプ、まあ、コンコンしてる感じですね。で、こっちが寝てるスヌーピーがいて、ここで、あー眠いな、あくびしてる。これ逆回りだったかもしれないな。これがソーセージ焼いて、これが日中ピクニックしてる感じですかね。はい、逆再生ということでした。スヌーピーの一日です。トータルこんな感じのサイトになります。全部作ったらチャンネル登録よろしくね。ここにもスヌーピーがいます。こんな感じでね、中はティピー、これ300なので、まあ2人くらい。なんとなんと、かわいい。なんとなんと、今キャナコが取り付けているのは、天井にスヌーピーが浮かび上がる、あ、ウッドストックか、うん、が浮かび上がるように、ここにね、こういうリングがついてて、ここにフックでかけていくと天井が出来上がるんですね。そうですね、おしゃキャンって感じですね。ふむふむ、完成しました。完成。寝転ぶとこんな感じで、かわいい。ウッドストックがピュー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 ってしてるデザインです。ちなみにキャナコが寝転がるとこんな感じです。まあ、結構しっかり寝れます。寝れます。なので、インフレートマットソロ2枚がおすすめかな。タラララララララン、ぶら下がっているこの子、なんだと思いますか。お家型になってるやつ、蚊取り線香。実は中に蚊取り線香が入ってて、これ2ロール入れられるので、まあ、威力は倍になる。で、この煙突から煙が、ね、煙が出てる感じ、ちょっと今分かりにくいけど煙が出てる感じに見えるんです。で、スヌーピーたちはここで焚き火をしています。カラビナでね、くっつけることができるので、うん、沖でもいいし釣りでもいいし。あと、このテント、はい、もう一つタープがあるんですよ。そうそうそう、タープ、うん。で、くっつけた感じがこちら。
可愛いんですよ本当に。だからこれをくるくるくるって丸めてね、はいはいはい、そこを丸めることもできるので、うん、このキャノピー使わなくてもいいし、うんうんうん、使ってもいいし、そうだね、いろんな使い方ができます、こんな感じです。皆さん気になるものありましたかね。どうでしたかスヌーピーアイテムは。かわいいです。とにかくなんか全部のイラストがテーマによって違うから、うん、なんか楽しいね、揃えたい、うんうん、色合いもかわいいし、そう色味もいい感じの色味になってて、うん、今回この50周年ということでロゴスショップとかいろんなイベントがあったりするので、それはちょっと概要欄チェックしてもらって。わかった。かわいいので皆さんスヌーピーと一緒にキャンプしましょう。しましょう。